皆さんこんにちは、湯原研究所所長の石原です。緊急事態宣言解除おめでとうございます。おめでとうございます。で皆さんちょっとね、もうちょっと興味ないかもしれないんですけど、ちょっと3日ぐらい前に来ました、アベノマスクね。これ来たのでちょっと開けてみようと思います。これね、ポッて入ってるんですよ。普通にポッて入ってて、これ何も書いてないから俺多分捨てちゃうとこだった。3つの密を避けましょうって言ってね、もうちょっとね、だいぶ時代に乗り遅れてるんですよ。ついにこの緊急事態宣言が解除する直前に来まして、しかもこれガーゼとか入ってねえんだ。これ一部ではね、ちょっと小さいんじゃないかってね言われてるので、こうモデルさんとかつけると結構ね、これ大きく見えるんですけど、なんかつける人がつけるとなんか小さく見えるみたいな。ちょっと俺がねこれつけることによって、どれぐらいのこの俺の顔の小ささ大きさっていうのがわかるんじゃないのかなって。いきますよ。それでは、あ、これ小せえわ、これ結構小せえ。一言だけ言わせてもらうと、まあ、緊急事態宣言解除されたんですけど、じゃあ緊急事態宣言解除されましたって言って、じゃあコロナウイルスがね、こう、都合よくこう、俺たちの代わりに自粛してくれるかって言ったら、そうじゃないと思うので、そんな都合よくコロナウイルス自粛してくれないので、ちょっと俺一言だけ言わせてもらうよ。緊急事態宣言は解除されたけど、お前ら心の緊急事態宣言まだ解除すんじゃねえぞ。ご視聴ありがとうございました。湯原研究所でした。